ではお手本お願いします。はい、胸郭といって胸ですね、胸椎といって背中の骨がありますが、ほとんどの人はこうやって胸のトップの位置が落っこっていて背中が丸くなってという形で、上に呼吸が背伸びができない状態になるので、手を上げても手が突っかかってしまったり、全ての動きに対して胸が張れないというところで、胸を張ろうとすると腰でえいってこうやってお腹を出そうとするので、この胸椎をしっかりと入れたいと思います。で、須藤さん、はい、この状態で横向きで、はい、はい、まっすぐ向いたまま、須藤さんちょっと腰が反って胸を張ってるんですね。なので、みぞおち、自分の胸の心肺蘇生をするところってこう分かれているところのちょうど肋骨からのところ、そこですね。このみぞおちを自分の背中側に引き込む、背中側にうーってきついズボンをチャックを閉めてってお腹を引き上げるような感じでお腹を引き込むんですね。はい、この状態で手のひらとひらを外側に向けて手の甲がつくようにします。はい、これだけでも結構背中丸くなりやすいですよ。はい、丸くなりやすいものを頭をしっかり後ろに後頭部を引いた状態で、そのまま息を吸いながら手のひらを上に今度は向けながら、肘と肘が体の近くを通り、この手が自分の体のできるだけ後方に引っ張って、最後にこの小指が外側をギュッと外側にドアノブを回すように、外側に回すようにして胸を張ります。はい、わかります？そうすると耳たぶと肩が一直線上に来るんで、首が前に出たら耳たぶの方が前に出ちゃいますので、胸を張った状態で肩甲骨を寄せて、この姿勢ですね。はい、肩をこのまま押さえたまま、はい、そのまま手を前に、手の甲と甲、はい、はい、そのまま引っ張って息を吸ってドアノブ外へ、そう、はい、吐きながらまた戻す。吐いた時も頭が動かないように、今いい姿勢ですね。はい、どうぞ、はい、このまま、はい、引っ張って、そうです、あら甘いです、もっと後ろまで引く、引く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 、引いた時に胸が、須藤さん分かりやすいです、はい、このナイキのマークが下がらないように、今斜めでどうぞ、はい、吸ってさあ吐いて、はい、吸いながらどうぞ、はい、そこから引っ張ってくる、そうそうそう、これがマークが下がらないですね、はい、この状態で胸郭の運動、酸素がより入りやすくしますので、はい、はい、どうぞ。あれ、こっちが吐く。肩が前にすぼまってくるような動きになるので、この時は吐いちゃって、より酸素をなくして、でも胸は張っときます。はい、そこから息を吸いながら、肋骨が開きますので、開きながら肩甲骨を寄せて背中の運動。それを間違えてお腹だけ出すと、腰が反る。っていう風になりますね。こうなっちゃダメ。はい。で、私が一回見せますね。このまま横向きのままですけど、上げすぎると肩がすくむの分かりますか？はい。なので、耳たぶと肩を遠ざけて、うん、ここで胸を張って、後頭部が後ろに来たまま、お尻を締める。お尻締める。溝落ちをへこます。胸を張ったまま息を吸いながらドアノブを外にで、この拳が前ではなくて後ろまで引っ張ってきた時に胸が落ちますから、胸を上げる、これの繰り返し、吐く、吸う、吐く、吸うというふうにしっかりと大きく、そう、ここですね、常に偉そうな状態を
作ってあげてください。そうすると胸郭が広がるので息が呼吸がしやすくなります。で、胸郭が下がるとか縮むっていうのは全部寒い時のこの冬は全部こういう前側に入ってくるので前側の筋肉が全部収縮、はい、で、すぼまる、すぼまる、すぼまるってなるとこっちが強すぎたら広がらない、広がらないってなるので後ろ側を寄せときたいですね、はい、後ろの面を全部シワを作りたいので全部背中が寄った状態にしてますね。で、これをただ肘だけやるとほら寄ってる、肩が上がってません。肩だけ上がってて寄らないです、はいはい、でこれを寄せるのは肩を下げ、肘をこの拳を後ろに寄せるっていう動作、はい、さあやってみてください。頑張ります。はい、どうぞ。まず立った姿勢でお尻を締める、はい、で、みぞおちをへこませるように後ろに引きつける、つけて後頭部を後ろに、はい、そうで、息を吐いた状態で手の甲が合わせる、そこから引きつけて引きつけて肘もっと後ろまで、その時に胸がトップの位置が落ちないように OK で戻します。吐く、はい、吸って、そうです、吐く。止まっちゃいますね。止まっちゃうんです。止まんないで吐き出しながら吐いたら吸って、で、もうこれ以上吸えないというところでいいです。はい、戻します。で、手を後ろに下げようとすると胸郭が広がるんじゃなくて前に突き出そうとする人がいるのでこれは腰が反ってしまうので、はい、前傾姿勢にならないでしっかりと、いつも後ろのここに軸があると思ってかかとの上に軸があるって感じですね。はい、なんか私足もこんな感じ、外側に見えますね。お尻は締める、はい、お尻を締め、下から全部積み木が上がってくるように積み上げてください。いつもより後ろに下がってます。で、呼吸ですけど、はい、逆の呼吸もやってみてください。そうなんですか。じゃあ こちら側で吸っといて吐き出しながらやると今度はお腹が吐くことで胸郭を広げたまま今度腹筋が収縮するの分かります？お腹の空気を全部吐き出す感じで、そうすると腹筋がギューッと収縮しますので、こっちの方が多分やりやすいです。動きは吸っといてふーっと吐いた方がお尻も締まりやすくないですか？こっちに力入れるとなるとこっちの呼吸の方が入りやすいから内もももお尻も締まりやすく背中も締めやすい、はい、けど先ほどやった呼吸は吐いといて吸うから入りにくいんですよ。入りにくいけど我慢させてるからこっちでもやらなきゃいけないんですね。だから皆さん須藤さんも含めて最初にやるんであれば簡単なのが吸った状態から力を入れるときに吐く、この動きの方がやりやすいけど、意地悪してトレーニングするなら吐いといて吸いながらってやった方が力が入りにくい分出さなきゃいけないんですよ。頑張りますね、体がっていうところになるんです。大丈夫ですか、はい、これが胸郭です。寝かした方が楽です、はい、ですから立たした状態で股関節がお尻が引けてしまうと腰が反ってしまうのでお尻を出して締めてお腹をへこませる、この状態で先ほどのようにやっていただくとお尻が抜けるとこんな感じです。ですのでお尻を締めて全身を使ったトレーニングとしてはしっかりと姿勢を保持しながら行うのにきつい動作になります。この状態ですね。呼吸はまあやりやすい方でいいと思いますけれども、あとは片方足を前に出しといていい姿勢のままやっていくようにするとまた筋トレにもなりますし、後ろの膝を床から持ち上げた状態でやれると今度声がかすれたりブレるっていうところがこれで歌えるようなぐらいの
状態で安定する、ブレスが安定してきます、はい、というのが上級編になります。上級編ですね、はい、できる人はできるかはチャレンジして、チャレンジしていただいてということになります。やりました。はい、ありがとうございます。おまけでした。はい、広げないと息が吸えないから。でここをだから鍛えておけば普通に歌うときにもうここが鍛えてある状態になるので吸いやすくなる。そう、あと肺が広がりがこの肋骨がこう横にも広がってくれるので、うん、上にも引き上がるのと一緒で、そうすると声の張りっていうところでは重心の位置が下がった状態よりは引き上がると地面を押すことができるので、この胸郭自体をしっかりと引き上げとくってなると、ここの頭のてっぺんからこうグッと引き上げるのと一緒です。だから肺が、酸素が入りやすくなる。わかりました。はい、はい、なので背中の筋肉を衰えてはダメはい、その胸郭を広くイコール背中が寄って強化をされている状態というところになりますね、はいはい、これ無理しちゃダメなところとかありますか？無理は、手をこうやってくると人って、うん、鳩が首を前にするこういうふうに前に入りやすくなるので、はい、常に壁が背中の後ろで壁があると思って引っ張ってもらうっていうところになるから、はい、無理をするっていうのは多分ここで力をこうやって入れすぎちゃった時に前に、それが首が力入っちゃうんで、はい、歌も首にここに力入ると多分出ないと思います。なので耳たぶと肩がこう離れる感じで引っ張ってもらえれば、離れる、ここが離れる、そうですね、ここの首が長くなると思います、うん、はい、長くなる感じで、わかりました。はい、今日どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん頑張ってやってみてください。